いやー今日は爽やかな朝です。なんか湿度が低くてね、ちょっとひんやりしてますね。でももう時期夏至という茅ヶ崎漁港にデーンとアイスコーヒーを持ってやってまいりました。今日はなんとイカ、いかがなもんですか。イカ、素晴らしいですね。イカね、イカ、これ釣ることを思う、釣ることね、丸イカなんでちっちゃいんで、とにかくいっぱいでもいいから釣りたい、いっぱい釣りたいですね。いっぱいいっぱいね、いっぱいじゃなくて、いっぱいだったら悲しいじゃないですかね。でも難しいというね、難しくて有名な丸イカ、なんか昨日も上は50近いけど下が 3、どういうことですかね。3って、なんか釣れてるだけマシです。3、よっぽど欲のない人かなんかだろうね。それかなんだろう、3杯釣ったらもうなんかイカの哀れを感じてそれ以上釣れなかったというお釈迦様みたいな方かもしれないしね、欲の塊だったけど釣れないと、どうなっちゃってんのって。私はいっぱい釣りたいです。せめて10杯ぐらいね、ちっちゃいんだもんだってね。でも A さんは、よく出さない方がいいです。 A さんはもう2回来て3回目なんだよね、はい、で3回目でもって何匹ぐらい釣りました。トータルであれ1回も釣ってないですね。ゼロの穴。A さんがゼロって、俺もゼロかな今日。ゼロ覚悟ですか、悲しいじゃんね。えイカ釣りはでも下道がいないから、もしかしたらゼロになる危険もあるよね。ね、ぜひとも一杯釣ったらどうすんの、どうやって食うの、それどうすんですかね。あれ一杯釣ったらね、一杯釣ったらどうすんだよ。ポッポ焼き、ポッポイカ、ポッポ何したらいいの、せめて一杯煮つけ、刺身でも小さいんだよね、あんな小さい一杯釣りたいけど、難しいというね。丸イカ、とにかく一杯顔を見ることを目標に頑張ります。これだこれ、私たちが乗る船、これ今日はなんか前の方に5人ぐらいしか乗らないという話だけど、まあね、丸イカは前がいいと、剣先はね前がいいということで前を取ってもらった。ほいでこっち側の俺後ろでいいよ、どうせ俺は釣れ、あれよお願いします、どうせ釣れないんだからって言っちゃうとあれだけどさ、真ん中辺でもってね、とにかく今日はこの船の胸を借りるという、そういう感じでな、とにかくな、イカの姿を見るように頑張ります。あ、投入器くれるんだ、くれるというか貸してくれるんだ、投入器、投入器ね、ランチャよっしゃ、これ細いのでいいのかな、細いのでいいんですよね、これだ、これ、ね、カチューシャロケット発射機、はい、はい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 、これどっち置くの、俺らはこっちだから左に置け、左ね、左、はい、これを左に置きます。セット完了、はい、セット完了です。これです、これでいきます。これをここにこう入れるんだ、ここにね、こう入れて、それで重りは20号から40号まで用意したけど、今日何号がいいのかな、浅いんだよね、ここのとこ浅い、釣りやすいだから来たの、私たちはね。とにかく私初めてね、初心者、ビギナーズラッキーがあるかなっていう、ね、そういうことなんだけど、重りは30だそうです。それにこれ、こんだけ持ってきたんだけど、ほら予備のやつっていうか色、うん、抹茶ってどれ、これ玉露ってこれです。あ、玉露か、抹茶じゃねえ、玉露だ、玉露、抹茶じゃねえよ、玉露だよ、これがいいらしいよ、うん、まあね、まあこれ変えながらやんないとダメだとね、やっぱり色でもって釣れる釣れないがあるらしいからな。で重りは30、これだ、これ30らしいです今日はね、うん、やる気モードだけどね、やる気モード、真ん中より前がいいっていうんだね、着乗り、うん、あ、もうこの辺か、ほら烏帽子がすぐだもん。この前のあの根魚五目と同じだけど、根魚五目よりも根の少ないところに初めてです。やめた方がいいですかね、もう今からちょっとあっちのあの磯に渡って根魚をみたいな、やめた方がいいとね、ベテランからやられましたね、まあいいえ、かわいい、もうやめられません、もうね、もう後戻りできない、後には引けない。
出た、あ、いいですよ、あ、いいですよ、あ、いいですよ、はい、いいですよ、船長からの合図だけど、イカの方はダメですよとか言われちゃったりしてな、あ、舐めた、舐めた、ん、18、30ぐらいなんだよね、ここね、浅いんだ、とにかく。これ着底した、これ着底した。ん、あれ着乗り、着乗りなんかない。で、ゆっくり誘い上げて、叩くのか、やっぱりこう叩くんだ、叩いてんな。で誘い上げて待つのかな、少し。ああ、もう釣れてる、ああ、さすが、さすが。え、まあ、20センチを当たった、当たってんな。ああ、確かに当たりが分かんない。イカは当たりが分かんなくて釣りにならないんだよ、だいたい初心者はね。うん、あ、でかい、釣れてんじゃん。あ、2杯も釣れてる、すごい。やったじゃん、坊主回避、坊主。あ、あ、当たった、当たった、当たった、今当たった、当たったけど乗らない。当たったよ、1回当たった。あ、それで合わせ入れなきゃいけないんだよな、びっくり合わせダメとか。あ、当たった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 、乗ってる、乗ってる、初心者にも乗ってるような気がする。乗ってるよ今、クッと当たって。あ、今日は初心者向きの日なんだ、もしかして。ん、これでこうやって乗ってないと悲しいけどね、なんかね、でもね、乗ったような気がするんだけど、乗ってない。あ、だいたいお祭りしてる、お祭りしてる。それに乗ってないか、乗ってない、乗ってないよ、当たったけど乗ってない、それにお祭りしてる、悲しい。さすが初心者はこれだって、最初の初心者への仕打ちはこれだな。しょうがない、しょうがない、しょうがないね、しょうがない。ああ、当たったけど乗らなかった。ああ、でも当たりが分かった、当たりが分かるということは、初心者にも当たりが分かるということは、もしかして釣れる可能性はあるとね。最初叩いて、叩いて、それでこうゆっくり待ってあげる。もっとゆっくりあげるのか。20センチを10秒とか言ってたからな。すごいゆっくりあげるんだ。でも少し上に上げた時に当たったよ、さっき。そうそう、で上げすぎちゃダメなんだよな、合わせができないから。そう、当たった、おお、推定近く。いや、結構出てた。そうだよね、さっきもそうだよ、なんか俺話しながら上の方に来たら、なんかククッと当たりが出たんだ。当たりがなかったらもう5メーターぐらいでもって。当たった、おお。え、やっぱり少し上、お、なんかすごい、みんな釣ってる、俺だけだ、さすが初心者な。まあ難しいんだよ。一回釣れなかったら上まで上げるとか言うけど、分かんない。じゃあ一回巻き上げて、巻き上げて少しで、また落とすとね、少し巻いて戻した方がいいんだよね。まあ、30メーターぐらいあるんだ、25メーターぐらいあるな。
まあ、釣りを見てだ。そういうふうに叩いた方がいいのかね。あ、当たった。今当たったな。当たった。あ、乗った。乗った。今度は乗った。乗った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 初心者にも釣れました乗っ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 た船内に上げてないからあれだけど乗った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 
ロストした？あー、根に。やっぱ根があるんだな。レイさんなんかロストしたって。かかってるか？かかってるか？え？なんかちょっと重たいけど。あー、バレたかな？どうですか？バレたか？バレてるな。あー、バレてます。惜しい。今度釣れればつ抜けなんだけどね。うん、初心者でもつ抜けしたい。あー、なんとかなんとかつ抜けさせてください。お願いします。あ、あー、乗った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 。よし、つ抜けつ抜け、つ抜けに向けて、つ抜けに向けて頑張れ頑張れ。おっしゃー、おっしゃー、よし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 。ほら、上がってきた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 。あー、炭が、あー、炭が出た。ほら、おっしゃー、あー、つ抜け、これでつ抜け。まだついてる、まだついてる、あ、まだついてる。やった、11、11、うわ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 、また炭剥がれた。うわ、11、11、これで終わり。よしよしよし。でもなんかいいぞいいぞ。お、あ、なんか今日は真っ黒になりそう。え、11釣れたよ。11やったよ。着乗りで乗らないけど当たるな。いっぱいいるんだ。うわー、乗った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 。よしよしよし。あ、着乗りしてる。うん、よしよしよし。よっしゃ、ここだここだここだよ。エボシのこの近く、やっぱここだね。よしよしよし。ほら、あ、また炭吐いてる。うわ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 、これ炭吐かせないとだ。そうじゃないと真っ黒になっちまう。真っ黒にね、自分が。あ、まだ吐いてる。お前、よいしょ、もうついてないか、ついてないな、大体わかるな。よし、よし、よし。うわ、おお、どんどん釣れてる、みんな釣れてる。やった、いい場所に来ました。今日は日がいいんだな。うん、初心者向きの日です。よしよし。でも人流しで初めて2回釣れたかな。今まで人流しで1回しか釣れなかったんだけど。よっしゃ、乗った。ほら、また人流しで3回釣れるとは。快挙快挙快挙。そんだけ今日は釣りやすい日ってそういうことなんだな。うん、よし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 。でまた炭はかれないように。なんか俺の釣り竿だけ炭だらけになってるような気がするんだけど。炭だらけね。よっしゃ、よよよ、ほら、また来い、また来い。来た来た来た。うわ、炭吐いた吐いた。開けましたね、君。はい、来ました。はい、来ました。もうついてないだろう、わかるね、まあ、ついてないのが。よっしゃ、またいけ。おお、人流しで3回も釣れたよ。まだ釣るぞ、まだ釣るぞ。うん、まだまだ釣ります。もうなんかベテランの領域に入ったような、そんな錯覚しますね。うん、今日は本当にいい日でございます。ほら釣れろ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 。おお、乗った乗った。ほら、人流しで4回目。あ、バレた。まだついてるかな。ついてるような気もする。うん、なんかね、いまいちバレたのとついてるのがよく分かんなかったりもするんだよね。途中でバレたかな、これは。ちょっと重たいけど。バレてますか。あー、バレてるな。途中でバレたな。途中までついてたけど。うん、ここはなんかずっとイカがいるんだな、移動しないで。うん、よし。ああ、一瞬。おーし、乗ったか？乗ったな。おー、人流しでこれで5回かけたね。うん、上げなきゃダメだよね。うん、さっきが5回目でバラしちゃったもんね。うん、でも今度はバラさず。おお、出た出た出た。また出たよ。ほら。
し。おお、なんか足長。足長、お前。あ、もうついてない。なんかいろんな色に食ってくるね。なんか玉露とか、さっき今は黄色だったしね。うん。よしよし。よしよし。ここは行けるとこだな。ここは行けてるよ。ここは行けてる場所だ。うん。やっぱり船長の腕か？俺の腕か？船長の腕と俺の腕のコラボだな。うん。そういうことにしといてください。調子こいてると、ね、なんかガツンと変なのがあるからな。いつもそれで悩まされてるからな。うん、罰が、罰が。あ、でももう当たりがなくなった。あ、乗ったか？今度は乗ったか？なんか一瞬か、あ、乗ってんな。乗ってる乗ってる。これで、あんまり早く巻きすぎても、さっきみたいにね、足一本にピューンってかかってる時は切れちゃうんだよな。足だけ連れてきた時もあったから、さっきね。で、それは食いましたけど。甘かったよ。すごい甘かった。足。美味しかった。え、うん、余裕だな。ああ、まただ、まただ。ほら、またまた、また来ました。ほら、また足一本。危ねえ。こういうの危ないよね。危ない、危ない。うん。素晴らしい。寸前って感じ。うん、もうついてない。あれだもん。あれだからバレちゃうんだよね。あんなんだから。うん。ああ、でもなんかすごい。今回の流しは、何回も釣れる。イカが止まってるんだ。まあ、いわゆる営業イカってやつですか。この船長さんなんかそんな風に、あのホームページ書いてたけど、営業イカの群れって、多分営業やってんだな。それか営業会議やってんのかもしれないな。営業会議を、ん、多分そうだろう。おー、乗った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 乗ってるよね、乗ってるよね。営業会議やってんだ、この真下で。多分そうだと思う。おい、どうやったら釣られないかという対策会議を。そこに我々がね、この吸って落として釣っちゃうというひどいやつ。ついてんの？ついてるよね、ついてるよね。なんかついてるような気がするんだけど、ついてない？ついてない？ついてない？ん？ついてるよな？ついてないか？もうわからない。わからない。あ、ついてない。ついてない。ついてない。私はついてない男だ。ああ。でもまあ、初心者でこんだけ釣れりゃすごいでしょう。ね？すごいよ。初心者でも釣れる沖山丸とか言って宣伝になるよ。ああ。当たるな、当たるな。よし、乗った、乗った。よし、乗った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 。今度こそバレるなよ、バレるなよ。足一本だからな。やっぱあんま早く巻いても握れちゃうんだな、きっとな。多分そうだと思う。どうでも乗ってんでしょ、ほら。完全に営業以下だよ、営業会議で。作戦会議やってるよ、あいつら。ほら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 。こっち来い、こっち来い、こっち来い。ほら、ほら、釣れてる、釣れてる。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら釣れた。今度はピンクだ、ピンク、ピンク、ピンク。よし、よし、ちょっとこれ、あの、黒いね。黒い時は、そして、歯を磨いて、よくね、歯を磨いて、歯を磨いて、よし、よし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 。もうついてないね、もうついてないね。はい。こりゃ面白いや、こりゃ面白いや。こりゃ面白いぞ、おい。丸いか釣り、やらない手はございません。面白い、面白い。よっしゃ、また乗った、また乗った。今日はなんかすごい日だよ。え、今日はすごい日か、俺がすごい人なのかもしれない。なんかだんだんそう錯覚しちゃうね。俺がすごい人ね、俺が釣りがうまい、イカ釣りうまい、イカ臭い、イカ臭い男になりました。やった、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 また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 、ほら、うーら、釣れた。おお、すげえ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 、こいつ。おお、なんだお前、お前、お前何様。ああ、ほら、うわあ、これだもんな、これだもんな。怒ったよ、怒ったよ。あ、怒った。もうついてない、ついてない。よし。あれだもんな、あれ直撃食らったらやばいよ。ねえ。なんか、すごい今、ねえ。なんか、水鉄砲砲っていうかさ、炭混じりの。真っ黒になっちゃう。あれ顔に被ったら真っ黒になっちゃうよね。絶対ね。なんか、お正月でもって、あの、羽根つきやって負けた人みたいに。ねえ。でも今日は俺勝ってるよね。絶対勝ってると思う。これ、もしかしたらこれ、俺、ペケじゃないかもしんないよ。もっと、ペケの人がいるかもしんない。なんかすごい20ぐらいつってね、20ぐらい2つ抜けしたような気がするんだけど、20ぐらい釣れたんじゃないかな。20ぐらいは、20ぐらいだった。うん、なんかここでもっても連続で結構釣れましたよ。うん、
あー、ついてない。一瞬乗ったけどな。あ、足がまたついてる。切れたんだ。ほら、足だけ釣れてるよ。足だけ。イカゲソ。いただきます。これいただきます。いただきます。うん、甘くておいちい、おいちい。本当にうまいよこれ。うん、今度は乗ったかな。今度は乗ったような気がする。うん、まだ乗ってるな。現時点では乗ってます。現時点では。うん、ほら乗ってる。ほら釣れた。ああ、もうついてない。いっぱいだけだ。なかなか午後に入ってね、難しくなってきた。午後12時ね。これ13時上がりだからな、あと1時間なんだけど。でもね、もうね、お酒が飲める大人にはなったよ。20歳ね、20歳には、うん、初めての丸イカで20歳になるっていうのはすごいもんだよ。生まれてすぐ20歳だからな。うん、足が切れて取れた。いただきます。おいちはい。そして今回の釣果はこれでございます。見てください、すごいでしょう。これですよね、丸イカ、ケンサキイカ23倍。それも初めてのケンサキイカ釣りですよ。丸イカ釣り初めて。あの難しいと言われている、難しいので有名なケンサキイカ、丸イカ釣り初めてで23倍も。すごいでしょうね。すごいんですよ、本当にすごいんですよ。でもっとすごいね、ちょっと見てこれ。これさ、ほら、何これ、ネオンサインかお前は。え、ほら、パカ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 って、なんかパカパカパカって。すごいでしょうね。すごいんですよ。だってさ、あの一緒にいた名人 A さんだって、最初の回と次の回は0匹だよ、坊主だよね。でもね、今回はね、 A さんはね、60何匹釣ったんだって。すごいね。でもね、60何匹釣ってもさ、3回だからね、3回目だから、だから1回あたりは20何匹だよね。私は初回で23匹。すごいでしょ。どういう計算してんだこの野郎って感じだけど、でもすごいんだよ。すごいものはすごい、とにかくすごかった。何がすごいって、今日は初心者でもこんなに釣れる海だったのがすごいね。それに船長の腕もすごかったのかもしれない。でも私の腕もちょっとだけすごかったんじゃないか。だって見てよこれ、ほら見てよこれ。え、お前すごいすごいって言ってるよ、ほらね、これ。え、こんなになってんだ、ほらこんなになってんだ。見て。何これ。これ生成 AI じゃないんだよね。これすごいでしょ、すごいでしょ、すごいでしょ。じゃあな、今日のこの釣果何にして食おうかって、もちろんお刺身でしょって。お刺身。じゃあこのすごいやつ、このほらすごいやつ、このすごいことになってるやつ、これとこれ、これとこれを2杯ね、お刺身にさばいて食ってみましょう。じゃあこれな、これなんか生成 AI で作った CG みたいにパカ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 してるけどね、なんだかほんと不思議だね。え、じゃあな、これな、この2匹のケンサキイカ、丸イカ、通称丸イカね、これを見よう見まねでお刺身にさばいてみようと思います。まあ一応ね、ネットでもって調べといたんで、ただまあ素人がさばくからな、うまくいかないかもしれませんけど、まあそこのところはまあご愛嬌というところで。じゃあまずね、これね、ネットを見るとこのエンペラを下にするんだよね、このエンペラをね、エンペラの部分をこう下側に向けて、これはこっち、こう、下側にこう向けて、こういうふうにしてね、こういうふうに。そしたらここのところにハサミを入れて、なんか胴体を開くとか、なんかそんな風に書いてありましたね。うん、ここをこうな、ハサミを入れて、生きてるからこれパラ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 してんだろうな、なんかな、パカ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 動いてんの、なんかこれね、まあとにかくハサミをこうしてこれをね、こう開くんだと、開くの、こういう風にね、こういう風に、まあ、こっちも開くかね、こっちもこれをなんか
なんかちょっと薄気味悪いよね、パカ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 されるとさ、前みたいな、おとなしくしてくれよみたいな、こうしてな、こうしてこうしてこうして、これを開く開く、ね、こう開く、この開いた、そうしたらこれ、この内臓、内臓を取り去るのかな、最初内臓ね、内臓この辺についてる、これ内臓と甲羅って言ってたけど、まあいわゆる骨だな、骨、これを取るんだ、これをね、ここ、こういうふうに、ほら、こういうふうに、こういうふうに取るんだ、こういうふうに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 、ね、こういうふうに、あ、炭が出てきた、炭が出てきたから、ちょっとこれは流しの中に置いといて、これでこれがほら取れた、この辺のなんかこういう内臓、内臓のカスは一応暫定的に取っといて、これね、取っといて、こっちもこっちもあまり炭を出さないように取った方がいいんだろうな、これな、うん、なんかすごい炭を吐いて、なんか A さんなんか顔に思いっきりバシャッとか言って炭がねかかってた時もあったよ、なんかすごいよね、これでな、取って取って、とにかくこれはこう取って、なんかぬるぬるしてやりづらいな、これね、取って、これね、あーすごい、うわー、そしたらね、次はね、これね、エンペラを持って、なんかやりづらいね、これね。エンペラを持って、エンペラを剥がすと、皮が取れるとか。そうなのかね。ここ、ほら、ここ、ここ、皮、皮、皮、ね。この皮。取れるのかな。エンペラを持ってったって、持ちづらいな。取れる。こうやって。ここなら、これ。あ、取れる。取れる。ほら、こうやって。あ、取れた。あ、取れた。あ、嘘は書いてない。ほら、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 ほら。あ、気持ちよく取れた。気持ちよく取れた。これでいいのか。これで、あ、取れた、取れた。まあ、これも、茹でりゃ食えるの。ここのエンペラのとこ食えるもんな、これな。うん、まあ、これ、また置いとこう、こっちにな。それで、この反対側のお腹の中っていうのは、なんか、乾いたキッチンペーパーかなんかでこすって、こう、きれいにするとか言ってた。んで、骨だ、骨。甲羅とか書いてあったけど、骨。骨、ほら、ここに、骨、骨、骨。あ、アオリイカみたいなこの骨。これは食えないから捨てる。ね。よし、じゃあもう一個、こっちも、こっちも。こっちも同じようにやりましょう。よっしゃ、なんとかこれでこれね、胴体の方向きれいになりました。はい、こんな感じでね、まあ2匹の丸イカ解体しました。ここが胴体、胴体、そしてこれがエンペラ、エンペラ、それとこれ、これがゲソのとこだよね。まあ炭はね取り去りました、炭のあの袋はね。じゃあね、これをね食べられるように、まあこれはあとはこのこっちのお腹の中側をキッチンペーパーで拭きゃいいのかな。で、これはもうちょっとね、皮を取って。で、これは内臓がついてるから、まあ、目ん玉とかね、食べられないところは取り去って、ゲソはね、釣ってる最中に、ちぎれて、ね、捨てにくっついてたやつ、あれ結構美味しかったからな、ゲソはもうこのまま、皮がついたままお刺身でいいでしょう。ね、まあ、茹でて食べるっていうのもあるんだろうけど、今回はな、生で食っちまいましょう。じゃあ、まずあの、胴体ね、胴体、胴体、胴体はこれで、キッチンペーパーで、なんか拭くんだと。こういうふうに拭くと、この中の薄皮というか、なんかこう、ゴミみたいな、なんかが取れるんだ。ね、確かに取れるわ。うん、取れる、取れる。こうやって。こっち側はどうなんだろう。こっちも拭いたらいいのかな。どうよ。あ、拭くとなんかこう、ぬめりがキッチンペーパーの方にくっついて取れるんだ。なんか、きれいになったよ。これ、結構。そしたら、まな板の、きれいなとこでも置いといて、ね、こっちも同じようにして。ああ、なるほどね。なんかまだ生きてるかもしれないね。なんかネオンサインみたいなのがまだなんか出てるのか、どっかに。ね、こうして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 。まあ、こんなでいいか。ね。胴体の方は、まあ、こんなでいいでしょう。こんなで、ほら、綺麗になった。ね。じゃ置いといて。そして次、このエンペラだな、エンペラ。これは、この辺の皮を取らなきゃいけないんだろ、これ。どうにか頑張って、取れるのかな。あ、取れるね。取れる、ほら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 。あ、皮なんか残っても毒はないんだろうけど、ね。ただぬるぬるしてるだけで。食ったって全然問題はないと思うんだけど、うまく取れなければ、皮は。これでもこういうふうに爪でこそぐと、取れますね。これはちまちまと、とにかく取りましょう。お、取れた、取れた、ほら、ね。せっかく釣ったんだからさ。ね、ほら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 。なんか、全部がうまく取れるかな。いいよ。まあ、
こんな感じで、あ、ぬるぬるしててやりづらいね。でもほらほら、片側のエンペラがなんとなく綺麗になった。これもこういうのでこう拭けばいいんだろうな。こんな感じで、こんな感じ。おお、綺麗になったよ。やればできるね、やればできるね。これも置いといてね。で次にこっちだ、先にこっち。これはどうよって、この内臓はダメだよね。でも内臓の中にこの、ここにさ、なんかほら腹の中に入ってる、これは身だよね。身というか筋肉というか、なんていうか、この胴体のとこのこういう身と同じような材質で、材質でできてるよ。だこの内臓はダメだから、これはあの調理バサミでもって切り取っちゃえばいいんじゃないの。ここのとこ、こうやって。カラスタンビも食えねえだろうから、なんかくちばしが入ってるからな。あれも取っちゃえばいいんだろうけど、ここは取っちゃって、とりあえず取って、こうね。取りました。取りました。この水拭くとこもまあ一応いいか、こうして。ね、で目ん玉ダメだよな、目ん玉。目ん玉どうしたらいいの。どっかこの辺から、切れ込み入れればどうにかなんのこれ。え、切れ込み、ここ。目ん玉はなんかな、確か黒い液体みたいなのがブチョって出るんだよな。なんだ、それをあまり出さないよ。出ちゃったら洗えばいいんだろうけど。あ、これこれこれ、目ん玉目ん玉。ね、目ん玉。こうして、うまく取れた。ほら。うまく取れた。じゃあこれを捨てる、ね、こっち側もなんか頑張ってうまく取ろう。頑張って、あ、カラストンビが出てきた。ここのところ、カラストンビ、口、歯、歯だよね、カラストンビ。これもこれも取れた。あ、これも捨てよう、ね、とりあえず、とりあえずの、うん、それでこっち側の目、反対側の目をとにかく潰さないよ、潰さないように。取りたい、なんとか取りたい。どうだこれで、ここここほら、取れた取れた、お、取れたぞ、取れた。これ脳みそかもしれないね、うん、この辺になんか軟骨みたいのがある。これも刺身には向かねえだろうって感じ。ここ軟骨みたいな、ね、軟骨みたいな。これは取って取って、あ、これもなんとなく取れた取れた取れた。これでどうよ、これ。これで。どうよ、どうよ。これは、内臓ダメだと捨てる。ほら、どうよ、どうよ、どうよ。これで、足、足もほら、ここに。なんとなくこれで、あとは、チョキチョキっと切れば、あ、ここにまだ、なんか、脳みそみたいのと、軟骨みたいのがあるから、軟骨は、まあな、食感良くないかもしれないんで、こういうとこは取って、ハサミで。ね。ほら、これで、なんか、手で触ってみて、硬いところがなくなれば、なくなったよ、なくなった。うん、ここが硬い、大丈夫だな、大丈夫大丈夫、よし。じゃあこれで、これをね、まあ綺麗にね、綺麗にしてって言ってももう綺麗だな。じゃあね、これでまな板の上にちょっと並べてみましょう。ほら、こんな感じで2杯のケンサキイカ、丸イカがさばけました。やればできるな、おお、やったな。じゃああとはね、もうこれね、食べやすい大きさにね、まあ切れば、まあこの辺は適当に切って、胴体のところなんかイカそうめんみたいに切りますか。ほれ、この足はまあいいや、適当に切りやな、適当に切ればね。そうすればおつまみの出来上がりだよ。てなわけで、晩酌の会場、祝賀会の会場に移動することにいたしましょう。はい、そしてこちら祝賀会を兼ねた晩酌の会場にてございます。おー、すごいでしょう、すごいよね。ケンサキイカ、丸イカ2杯がこのように丸々全部お刺身になっております。一杯じゃないよ、一杯釣れたから2杯もお刺身ができたんだよ、やったな。それでは早速食ってみましょう。すごいでしょう、これですよね。それでこの部署っていうか部位な、部位部位ね、これを紹介しましょう。これがね、エンペラ2杯分、それとこれが胴体の部分でございます。胴体の部分はこれね、ちょっと細く切りました。それとこちら、この辺がね、この変なね、この細長いの、これがね、胴体の中に内臓と一緒に入ってた怪しい部位。そしてこちら、ここは目ん玉とかがあったとこ、あれ頭っていうのかね、まあ、目ん玉の周りですね。目ん玉は取ったよ。カラストンビっていうの、あれも、あの口ね、あれも取った。それでここは、まあ
普通足とか言っちゃうけど、あれ腕なんだよね。イカは歩かないから足はないの。腕があればそれでいいとね。腕をね、ここにね、切ってお刺身にしました。それではな、まあどっから行くかっていうと、まあどっからっていうか、まあ食う準備をしましょうかね。わさび醤油だな。もちろんわさび醤油。じゃあこの刺身醤油をここにな、こうだー、こんなでいいやね。そうしたらやっぱり胴体ですかね。そうでしょね、胴体ですよね。胴体胴体。おお、透明感あるね。こういや、こうこれな、これあっ、じゃこれね、うーん、今日とにかくいっぱい釣れたから、いっぱいじゃねえぞ、いっぱい釣れたの、すごいでしょう。じゃあ行きます。もうなんかね、ねっとりした中に甘みがある。うん、釣り場でもって足っていうか、あの腕だけくっついてきたやつね、3回あったけどね、うん、あれね、全部ね食ったんですよ、その場で。結構ね、まあ海水だから塩味がほらついてて、それの上に甘みもあった、美味しかったよ。いきます。うん、うまい、すごいうまい。うん、じゃあこのね、腕、ま、足じゃないよ、で長いのがあるんだよね、あの剣先ってすごい長いの、ほらこれさ、ボニョーンって言って、ここがくっついてたの、あまりにも長いんで切ったんだけど、すごい長いね。まあこの長いのは置いといて、じゃあちょっと最初は短いの、これね、皮なんかもね、そのままだよ。でもね、釣り場で食った時は結構ね、甘かった、あの味が。いきます。うん、うん、釣りはあの海水がついてたから塩味もちょっとしたけど、今これはね、もう洗ってるんで海水はない、ついてなくて塩味はないけど、お醤油の味がちょっとね、ちょっとするけどさ、美味しいよ、美味しい。いきます。うん、まあやっぱり釣ってよかったね、いっぱい釣れてよかった。うん、本当に。じゃあ次は頭っていうのは、なんていうんだこれ、頭だよね。ここはほら、水を吹き出すとこだ、ここな。それとその周りの部分、うん、これだって刺身で食えるよね、みんな。とにかく生だから今回ね、アニサキスなんか入ってても大丈夫、よく噛めば。入ってないよ。でもいきます。うん、なんかうまい。うん、ネトってしてる。ここもほら、ここはあの腕の付け根っていうの、足の付け根っていうか腕の付け根ね、釜がついてる。このところだってさ、ね、せっかく釣ったんだから、いっぱい釣ったんだけどさ、23もいきます。うん、まあ、うん。いや、うまいよこれ。なんかちょっと怪しいとこな。うん、ここ。これなんだろうね、内臓の中に入ってたんだよ。内臓の中に。これは食っちゃいけないとこかな。なんかね、イカ食っても何食うなみたいな、そういうとこもあんのかもしれないけど、います。うん、でもこっちの身と同じだな。うん、材質は同じで、材質は同じ。うん、もう一個食ってみるか。材質は同じだよね。だから捨てないで食えば、うん、食えるのかもしれないっていうか、もう食ってるからさ、食えるよ。いきます。うん、うまいよ、うまい。うん、やっぱ、うん、剣先ね、丸いか釣り難しいよね。これエンペラー皮引いたんだよね。いきます。うん、うん、やっぱりイカ釣りの中でも難しいと言われてるね、一二を争う難しさみたいなことを言われることもあるけど、それでもって23も釣っちゃったんだよ、すごいでしょう。いきます。うわ、これはうまい。やっぱりいっぱい釣ってこそのものですね。いっぱいじゃなくて、いっぱい釣ってこそのもんですよ。じゃあな、いっぱい釣ってこその丸イカをいっぱい釣った今日はだな、おいしいお刺身が食えたから、ここらでお酒といきましょう。お酒とくればやっぱイカの刺身ならやっぱり日本酒でしょって感じで、越後桜出たな。これな、この前もなんかの動画で飲んだね。そうなんだよ。で、半分だけこう残ってんで、これね、冷蔵庫の中でずーっと前回の動画から冷やしといた、すごいでしょ。じゃあこれをな、今日はこのちっこいギアマンのグラスでいただくことにする。それでは、いただきます。え？やっぱ、イカにはチベタイ日本酒だよ。甘みがいいね。美味しいですよ。ありがとうございます。大吟醸。
越後桜、まあ越後っていうぐらいだからね、これね、もう新潟のお酒ですよ、新潟のお酒。越後桜酒造そのものだな、そのものズバリの越後桜酒造が作ってるお酒でございます。美味しいです、ありがとうございます。いやー、今日はね、でもね、予期せずね、いっぱい釣れましたよ。まさかこんなに釣れるとは思わなかった。まあいいとこ行ってね、9とか10とか筒抜けすればもうすげえ自慢してやろうと思ってたんですよ。それが2筒抜け以上だからね、すごいでしょ。でもね、今日ね、あの船6人乗ってたんですよ。それで私がペケ、すごいでしょ。 A さん60匹以上、すごいでしょ。ほいで竿頭様は80杯以上だって、すごいでしょ。それで私以外の5人は全員50杯以上釣ったんだって、すごいでしょ。それでは今日の動画はこの辺で終了にいたします。また次回何かすごい魚釣り動画で会いましょう。それでは皆さんごきげんよう。すごいでしょ。